土曜日の午後のひととき、お騒がせして申し訳ありません。私たちはメディアを支配し、日本の広告業界を独占している電通に抗議するデモ隊です。私、参加しているのは主婦やサラリーマン、学生などごく普通の日本人です。皆様、最近テレビ番組や CM で日本を起こして韓国を持ち上げるような報道が増えてきたとは感じていませんか？先週は韓国の国家プラント委員会から補助金をもらい、メディア各所に毎日のように韓流コンテンツを流させているのです。このままでは日本は韓国のコンテンツで支配され、日本のコンテンツはどんどん一人になっていってしまいます。日本の美しい伝統や文化を守るために、電通の韓国ブームの熱情とご利用を絶対にやめなければいけません。じゃあ、このままでいきましょう。スタート。新規の CM に韓国を無理やり押し込む電通へ、いかにも主婦さん。電通は反日国家韓国の人間の宣伝をやめろー、やめろー。電通はパチンコとトラキンの CM をやめろー、やめろー。電通の韓国ビームの熱狂に賛同する企業の商品は買うなー、応答したことを認めろー。ファミリーマートはラブ韓流などという CM を流すなー、流すなー。ローソンは反日企業と手を組んだ韓国フェアを即刻やめろー、やめろー。警察は地球性のことに反流予想を商品に責めるよー。ミニストップは韓国ご褒美フェアを開催して、変なグッズや韓国旅行を景品にするよー。サントリーは日本海の公開表記を何度も繰り返すなー、繰り返すなー。ユルハ味覚糖は韓国の反日歌手を CM に手を振るなー。サビシナは韓国の領土と歌った歌手を CM に起用した。ドリムラジードのビクトンはカーダイゾー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 。反日企業ロッの商品はカーダイゾーカーダイゾー。日本の企業は電通の口車に乗せられるぞ、乗せられるぞ。お通行中の皆様、こんにちは。こんにちは。私たちはテレビや新聞などのメディア、広告代理店による悪質な反日運動に抗議しています。テレビや広告代理店は国民の財産である文化を悪用して様々なブームを捏造しています。
近年の全く実態のない韓国ブームはこの最も大事なものです。あらゆることは韓国ご利用しのために反日的な報道や情報操作などを行ってきました。私たちはテレビ、新聞、広告代理店によるメディア支配、情報操作に断固抗議します。皆さん、いじめりぐるの電通の招待で検索してください。各企業の CM に韓国を無理やり押し込む電通を怒りのシュプレーター電通は反日国家韓国の資金源の宣伝をやめろ。電通はパチンコとトラキーの CM をやめろ。雨止んできましたね。竹下は韓国の領土と歌った歌詞も CM に起用した森永乳業のリストは